この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の動画は、終わってみれば4発快勝だ。日本代表は国際 A マッチの連勝を11に伸ばし、アジアカップの大事な初戦を白星で飾った。現地1月14日に行われたベトナム戦、森保ジャパンは11分に南野のゴールで幸先よく先制点を奪うが、なんと16分、33分と立て続けにセットプレーから被弾して逆転を許してしまう。それでも侍たちは冷静だった。前半終了間際に南野と中村の連続ゴールであっさり逆転に成功。後半はややペースが落ちたが、相手の攻撃をしっかり封じ込め、85分に久保建英のアシストからの上田綺世の4点目で突き放した。一時はヒヤリとさせられたものの、危なげなく3ポイントをつかんだ日本。そんなベトナム戦を海外のメディアは速報で伝えている。ベトナムメディアの VN エクスプレスは、ベトナム代表は直近6試合のうち5試合で負けており、多くの選手を怪我で欠いているため、多くのファンが懐疑的な目で見ていた、とした上で、この日本代表戦を境に、チームに対するそのような見方はもうなくなったかもしれない、と伝えている。さらに同メディアは、アジア最強チームを相手に、自信を持って規律を持ってボールを保持し、チャンスを作って2ゴールを決めた、と自国の代表チームを称賛。日本代表に善戦したことが、ベトナムサッカーにとって大きな成果だと感じている。初戦で敗れたものの、フィリップ・トルシエ監督率いるベトナム代表はさらに期待が高まっている様子だ。韓国のメディア X スポーツは、ベトナムに逆転されてしまうなど、前半途中までの日本はドイツに2度も勝ったとは思えないほどの拙いパフォーマンスだった、とチクリ。その上で、しかし今の日本の強さは盤石。三笘、久保、冨安など主軸が何人かスタメンから外れたが、それでも日本は9人が欧州組。やはり経験の豊かさに疑いはなく、リードされても恐ろしいほど冷静に試合を進めた。そして前半終了間際にしっかり2点を取ってスコアをひっくり返し、終わってみれば4点を奪っての勝利。さすがは優勝候補の筆頭である、と持ち上げた。その上で、だからこそ気になる点がある。我が国は日本のように試合途中で逆転をされてから冷静になって試合を展開をできるのかは不透明だ。それはクリンスマン体制になってからの試合を見てても明らか、と自国の代表に不安視していた。中国のポータルスポーツサイト佐賀関常体育だ。日本がベトナムを4対2で撃破、狂気の11連勝49得点だ、と題して次のようにレポートしている。確かにベトナムは一時逆転するなど大いに優勝候補を苦しめたが、サッカーは90分間で勝負が決まるスポーツ。今の日本はリードされてからも慌てることがない。冷静になって攻勢を続けて、3対2としてからは一切ベトナムにつけ入る隙を与えなかった。そして終盤に1点を追加して最終的に4得点を奪っている。なんて破壊力だ。11連勝で49得点である。狂ってるとしか言いようがない。さらに同メディアは、一瞬でも日本が負けるかもしれないと感じたのは幻想だった、と記し、日本サッカーのレベルは今や世界トップクラスのそれに近く、世界の強豪と互角に渡り合える実力を持っている。この1年間で2度も日本に敗れたドイツ代表が最もその強さを痛感しているだろう、と評した。そして、日本はアジアではほぼ無敵、形勢逆転されてもその強さが揺らぐことはなかった、今大会の優勝候補筆頭であることを再確認させた、と書き添えている。この内容を受け、中国メディア新蘭体育によれば、同国の記者シェン・ウェイ氏はウェイボーで、ベトナムのチームはとても良いプレーをしているのに、なぜ自分たちの代表チームはダメなんだ、
とコメント。快進撃を続けるアジア最上位相手に善戦したベトナムと比べ、初出場のタジキスタンとのアジアカップ初戦を0対0で終えるなど、なかなか調子が上がらない自国との差を嘆いた。この投稿は注目を集めており、新郎体育には以下のようなコメントが寄せられている。なぜなんだ、1日どのくらい練習しているのだろうか。ベトナムは日本を全く恐れていない。身体も頭も全てフィールド外、金がありすぎて燃えない。中国のサッカー選手の大半の心はサッカーにないから、どうやってもまともにできないってことにしておこう。道のりは険しく、どこまでも嘆き節だった。またこの試合後、ベトナム代表を率いてたトルシエ監督はベトナム紙 V ネクスプレスの取材に答え、今日の試合には満足している。ランキングと最近の成績を考慮すると、日本は我々が直面しなければならない巨人だと考えなければならないと、優勝候補を苦しめたことに手応え。試合内容については、試合の最初の数分間、私の選手は相手のプレッシャーに少し戸惑い圧倒されていた。しかし残りの時間、選手たちは改善され、規律、戦い方、戦術に非常によく従い、最後の数分まで常に決意を保っていた。何よりも選手が見せてくれた姿勢に満足している。日本から2得点したことはとても重要だ。勝ち負けも大切だが、この内容は自信につながったことは間違いないと選手たちを称えていた。トルシエ監督は2002年日韓ワールドカップで日本を率いて初のバスト16入り。昨年2月にベトナムの監督に就任。大会初戦で古巣でもある優勝候補を苦しめた。この試合直後にはトルシエ監督と森保監督のスポーツマンシップが現れたシーンが中継に映り、注目が集まった。かつて日本を率いたトルシエ監督は森保監督の肩を抱き寄せる。がっちりと握手を交わしながら顔を指差し言葉をかけた。森保監督も返し、共に力強く手を握りながら離れた。ここからは今回のニュースに関してのネット上の反応を見ていきましょう。初戦の入り方はどんな強豪でも苦労する例も多いからね。負けとか引き分けじゃなく、心象ながら勝ち切ったところは良かった。それに親善試合では露呈しなかった問題点が初戦の勝ち試合の中で出てきたのも、今後のことを考えると結果オーライでしょう。それにしてもやはりセットプレーは怖い。格下のチームでも格上から点を取れる機会というのはやはり要注意。ゴールキーパーも含めてディフェンスはちゃんと対策取ってほしい。それに逆にこちらもセットプレーから得点が取れるようにしてほしい。初戦から苦しんでるのは結果的に締まっていいかもね。ベトナムは平均的に止めて蹴るの基本がしっかりしてて足元が普通にうまいし、昔の日本に似てる感じ。もちろん自力も技術も日本の方が上だけど、10回やったら 1,2 回負けてもおかしくないレベル。なんとなく日本が岡田監督でワールドカップ初出場した頃やトルシエの頃の代表と現代表が試合をしてる感じだし、ベトナムはトルシエの下で本当に強くなりそう。まさかこのような展開になるとは誰もが思わなかったのではないでしょうか。トルシエ監督は相手チームが嫌がるような展開を仕掛けてきましたね。前半はベトナムのペースだったのではないでしょうか。それだけベトナム代表の選手の気迫を感じました。おそらくアジアカップ優勝よりもこの試合で勝つことを目標に仕上げてきたかもしれません。前回大会も初戦でトルクメニスタンに苦戦していましたから、初戦を勝ち切ることがどれだけ難しいことなのか改めて痛感しました。それでも勝ち切ったのは大きいです。ここでいろいろと課題点が露呈したのも今後の修正のためには良かったのではないでしょうか。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。
今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると、今後の動画作りの励みになります。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。